タジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キックオフでスタート。まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね。そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで終わる意識を持つことですよね。まずは立ち上がりです。収まってフリーだ、シュート先制。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、打ってもいいシーンでパスを選択する判断はもうその人になってみないとわからないですからね。結果相手ディフェンダーは対応遅れてフリーで打たれてしまいましたからね。このゴールはとにかくにもシュート前のパスが素晴らしかったですね。今日先制はこの早い時間でした。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。このまま流れに乗ればいいですけどね。しかしいい時間帯ですよね。相手の出方がどう来るか注目ですね。モラタがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。さらに1点を追加し2対0としています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。トマレマル、ビトールからモラタ、ボールのここのパス、いいボールですね。前半13分というところ、スローインをカット、これは読んでいました。オフサイドか。アウェー側としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。ビトーロ、スペースへ出す、裏へ抜けた、勝負のシーン、上げてくる、どうだ、どうする、シュート、中央フリーでした。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。コケ、オマレマルからビトーロ、さあカウンターのチャンスになります。グリーズマン抜けてくる、グリーズマン、グリーズマンになる、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してショートコースを見つけてましたよね。中へのクロス、よくカバーしましたよ。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ここはキーパー処理しました。
左サイドは上がります。今狙いましたね。フィリペからグリーズマン裏のスペースへ、まあ、クリアが精一杯ですよね。ルーズボール、ビトーロとボールはモラタ、オマレマル、スルーパス、シュート、オブラタ、クロスを上げる、ゴーディンからターテのボール、さあつながるか、とこれはつながりません。スローインをカットします。ここはつながりません。さあ左サイドへ、裏へ届くか、これはなかなかこじ開けられない。グリーズマン、ビトーロ、ビトーロからモラタ、さあどこに出してくる。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。アリアス、緩いボール、コケ、コケから左へ、コケからフィリペ、上げる、ここで前半が終了しました。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。アウェー側としてはあっという間に2点差をつけられてしまったという前半だったですよね、はい。まあ、早めに1点取り返すことも大事なんですが、流れを引き寄せるためにはまずはしっかりと守備を固めていくことだと思いますよ。なるほど。ではこの後も試合をお楽しみください。後半スタートです。後半の入りというのは重要になってきますよね、はい。また追加点されますと厳しくなってきますからね、グリーズマンからジエゴコスタ、これはなかなかこじ開けられない。ルーズになる、できましたよ。左サイド上がります。必死のクリアですよね。これをカットします。サイドへ、これは合いません。ゴーディンから緩いフィードボール、オマレマル、アリアス、もう一度スローインになります。
フィリペから止まれ丸、フィリペスルーパスを出す、ジエゴへのボール、あ、いい展開ですね。クロスを選択、ディフェンダー集中力いいですよ。アウェー側としてはちょっとまだリズムが悪いんですけど、ええ、なんとかまず1点欲しいですよね。シュート、すごい反応を見せました。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。好セーブを見せました。頭だ。いや、これはクロスバーよりわずかに上。ゴディン、チームのキャプテンです。ホーム側としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは頭、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。まあ、モラまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。そうですね、まあ、寄せられてなければ決めれたでしょうけどもね。上がっていく左サイド、裏へのスルーパス、中はマイスイル。まあ、クリアが精一杯ですよね。ホーム側としてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。また中央へ、モラタ、チャンスを演出できるか、スクイボールだ。グリーズマン、さあ繋がるか、ジエゴ、裏へ届くか、縦へのボール、このボールはカットされます。アリアス、ジエゴ、ここは通しません。止まれ丸からモラタ、裏のスペースへ、このボールはビトーロ、アリアス、このスルーパスは通りません。抜けてくる、さあシュートに行けるか、どうだこのシュート、来た、これで3ゴール差になります。モラタ、これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。シンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。モラタ、今日2点目です。フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。アウェー側としては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね、スローインをカット、これは読んでいました。このパスを防ぎます。
止まれ丸、フィリペ、裏のスペースを狙う、ここでファウルがありました。コレア、先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。手元の時計3分を切っている状況。さあどうする、ふわっとしたボール、ゴールキックとなります。プレスからボールがこぼれる。さあカウンター、スピードを上げたいところ、ボールはモラタへ、スルーパスを出す、一旦下げます、落ち着いて時間を使います。ここで笛です。3対0、敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。アウェー側としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かちぐはぐになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。